八塚スカは、阿波国徳島藩の、第十代藩主。郷は、光広氏、南山、西風一氏。原文三年、出羽秋田神殿藩の第二代藩主、佐竹義道の四男に生まれる。母は、内藤聖森の娘。陽名は岩五郎、署名は、佐竹義居。法歴四年八月二十五日、阿波徳島藩第九代藩主。 ハ塚至るイタ王の末期養子として、第10代藩主に就任する。養子入りに際して、意味なおせいだねと解明する。この末期養子は、相次いで、後継ぎが創生したために、過労のガシマイズモの提案により決定した。同年9月15日、第9代将軍、徳川家重に、おまみする。同年11月25日に元服して、家重より返旗を受けて刺激と解明。 14位、下和は,は守るに除任する。後に自重に任官する。法暦5年4月15日、初めて両国に入部する許可を得る。止めや止め川の規制という法令を出し、家中の統制を図る。法暦明和期の反省改革の方がと言える。刺激が中心となって行った改革の内容は、財政再建としての倹約令の施行と、 反対制の変革としての薬石薬高のせい若年寄りの創設などであった。薬石薬高とは、第八代将軍、徳川義宗の教法の改革で行われた足高のせいを模範としているが、身分序列の崩壊を招いたことで、その性格は異なる。明和6年10月開日、反省よろしからずとして幕府より隠居を命じられ、長男、義明に家督を譲る。 刺三32歳。隠居後は明和7年5月、江戸うなぎ屋敷に移り、大井の神を称す。安永2年、療養のため、国元へ帰り、大屋別邸に住む。天明8年、かなりの贅沢三昧の生活を幕府に咎められ、江戸屋敷への湿気を強要されそうになったので、同年8月、阿波の富田屋敷へ移り、江戸行きは免れた。京和元年10月20日。 富田屋敷で即興した。去年64。蜂須賀家の膨大な蔵書は、刺激以降に増加したと推定される。数代にわたり蜂須賀家が収集した転石は、阿波国文庫と呼ばれる。蜂須賀家では刺激以降、公家との婚姻が進む。これは、七代藩主、蜂須賀総英没の墓が、京都の清浄下院にあり、母山と称した。 京都入りができたためと言われている。狂言寺の母書万年山母書の母所子供は十六万十四、女。なお、次男、四男、六男、十男、富男、年,年男、十六男及びその子孫は親戚に下り、過労などに登用されて反省に参画した。刺激時代。ありがとうございます。